はい、どうもリリーです。今回は前回の動画の続きでサンライズ瀬戸号に乗車し、姫路駅までやってきました。大阪周辺を巡るにあたって事前に購入しておいた夏の関西ワンデーパスというものを姫路駅の券売機で受け取りました。こちらのパスを使っていろいろ回っていくわけなんですけれども、夏の関西ワンデーパス、結構これね、有能なパスでしてね、姫路のあたりから敦賀のあたりまでぐるーっとね、範囲が広いんですよね。で、JR 線が乗り降り自由になるだけではありません。引き換え券というのがついてくるんですね。で、こちらの引き換え券、何の引き換え券なのかと言いますと、近鉄、京阪、南海のそれぞれのね、お得なパスと交換、引き換えすることができるようになっているんですね。で、こういった券も含めてお値段なんと3600円と、非常に安いんですよね、もう。なんで僕みたいにね、東日本とかから来て大阪をぐるぐる鉄道で巡るなんていう方にはもう本当におすすめの切符になります。さあ、ホームに上がってまいりました。ここから乗車するのが新快速ですね。当社の計画ですと、今画面に止まっております姫路始発の新快速に乗って大阪行く予定だったんですけれども、下でね、切符を取るシーンのカットなんかグダグダ取ってたら結構席が埋まっちゃって、スーツケースも持ってますから、これからラッシュの時間帯に突入するわけで、しかもここから大阪までまあまあ時間かかりますんで、ちょっと立ち席はきついかなということで、もう一本列車を待ちたいと思います。さあ、というわけでやってまいりました。こちらの新快速ですね、車両は223系です。こちらに乗車して大阪まで向かいたいと思います。ここもね、行きのサンライズでついさっき通ったところになりますけれども、この辺はね、山陽電気鉄道と競合する区間になりますので、時間帯が合えばこちらの新快速と山陽電車との並走バトルなんかも見ることができる、そんなね、区間になります。加古川、明石、三宮、そういったね、主要駅に次々と停車して通勤客を車両に詰め込み、130キロで順調に走行しています。で、このね、シーンを録画したちょっと前に兵庫駅を通過したんですよね。こちらの兵庫駅からは和田岬線と呼ばれるミニ路線が分岐しているんですね。こちらの和田岬線ではスカイブルーの103系、国鉄の
通勤型電車ですね、こちらが最後の活躍をしているということで、非常にね、鉄道ファンなんかの間でも有名な路線になります。ちょうど今ね、ラッシュの時間帯なんで取れる状況じゃなかったので、ちょっとね、通過するシーンはお届けできないんですけれども、まあ、ちらっとね、スカイブルーの103系が止まっているのを見ることができました。はい、大阪駅に到着です。今回ね、姫路駅から大阪駅まで乗車したわけなんですけれども、感想としては乗り心地が良くて、本数も多くて便利で、なおかつスピードも速いという、もうこのね、3拍子揃ってるっていうところが、まあ、新快速の強みなんではないでしょうか。まあ、今回はそういう風に感じました。ここでね、動画を閉めてしまうのはちょっと早すぎるので、大阪環状線ホームに移動して撮影した電車のね、入線シーンなんかをちょこっとね、流して今回の動画は終わりにしたいと思います。Thank you.